はい、こんにちは、もみーです。今日は、ダナンにある、口コミ高評価のハンバーガー屋さんを8点紹介します。えー、以前にですね、えー、バーガーハウスっていうハンバーガーのお店を紹介したんですけども、その時に、えー、他のハンバーガー屋さんにも行ってみると言ってたんですけど、あーいろいろ行ってみてあ、まあこういう感じかというのを、まあ見てきたと。<laughs> で、えー、口コミの評価はどうだったのかとかあそういったところを話していこうと思いますあ多分ですねダナンのハンバーガー屋さんこの紹介するうーお店で押さえておけばいいかなと思いますで、えー、今回はですね、えー、動画編集せずにブログ記事スタイルで発信します 他のチャンネルでやってたスタイルですけども。で、ブログ記事の URL はこの動画の概要欄に貼ってます。それを見ながら喋っていきます。それではブログ記事に切り替えます。ベトナムダナン中心部のおすすめの多国籍レストランはこういったタイトルで記事を書いてます。 記事の URL はこの動画の概要欄に貼ってあるんでそちらも見てください。で、多国籍レストランとは書いてるんですけど、ほとんどがですね、ハンバーガーですね。えー、1、2、3、8個書いてます。あとはピザ1つ、パン1つ書いてるんですけど、これはまた動画アップ後に更新していこうと思います。 で、えー、初めにということで、自分の滞在歴であったり、為替のことだったり、えー、あとは、ダナンの襟分けについて書いたりしてるんですけど、えー、これ、毎回説明するのめんどくさいんで、えー、<laughs> ブロッキージを見てください。えー、普通にですね、ハイチャウとか、ブオックマイとか、アントゥーンエリアとか、言葉使えますんで、何のことやと思う方は、ブロッキージの方を見てください。で、えー、レストランの場所。 もうブロッキーにですね、貼ってます。はい。で、えー、今回紹介するハンバーガーというのはですね、ほとんどがプえっ、ー、と、アントゥンエリアですね。はい。プオック前の中でもですね、えー、利便性の,の大き高い、えー、アントゥンエリアに限ってですね、えー、アントゥンエリア、限ってじゃないです。1個だけ外れてるんか。はい。ほとんどがアントゥンエリアです。 一覧をお見せしますと、バーガーブロース、フライバーガーズアンアメリカンキッチン、ロードハウス、ビキニボトムエクスプレス、ロジーフード,ドコーヒー、ダイナー6 6ナー、ノマドノッシュカフェクラフト、バーガーハウスです。ピザとパンは省略します。 あとですね、えー、ベトナム料理とかカフェのやつ、ブロッキーでは書いてますけど、あまあ動画でも一応アップします。はい、えー、今日はハンバーガーということで、えー、まずバーガーブロスからですね、うん。ダナンのハンバーガーが一番有名なとこっていうと、バーガーブロスだそうです。で、これもですね、アントゥンエリアっていうね、えー、利便性の高いところ、 で、えー、あるんですけども、うーん、Google の口コミ評価、あ4にあります。3114件の口コミで、えー、ほとんどが4以上なんで、えー、かなり高評価ですあ。この時食べたのはですね、チーズバーガー食べて、えー、これが9万丼でした。 で、その時の映像をですね、撮ってるんですけども、うんまあ、動画に、ブロッキジに貼ってます。えー、っとですね、店はここからか。はい。店内はあ結構広くて快適な感じです。で、コンセントもあるんで、えー、PC 作業とかもできるような快適な空間です。 あお水があ無料でついてくるとお、親切なサービスですね。で、これがですね、先ほどのおーチーズバーガーですね。大きさこれぐらいですね。うん、長いから飛ばした方がいいか。 はい、厚みこれぐらいですね。あパテが1個でこれぐらいの分厚さなんで、えー、結構ボリュームありましたね。うん、美味しかったです。はい、動画貼ってあるんでね、えー、まあ、大したことは、あー、書いてないですけど。はい、えー、気になる方は見てください。 はい、続いて、あ、そうか、その前にメニューですね。えー、バーガーブロスのメニュー、ーこんな感じですっていうか、写真で撮ってきて、えー、貼ってるんですけども、一番安いのが8万ドンかな。で、えー、チーズバーガーが9万ドン。で、ダブルになったら、いくらになるのかな。まあ、12、3万ですかね。 はい。だいたいが10、十、十万から十五、五万までの間か。十二万ぐらいが、うん、人気のバーガーかなと思います。これかなブルーチーズバーガーとか。はい、十二万の。です。他ですね。まあ、ジュースとかも、うん、メニュー貼ってるんで、気になる方は見てください。 続いて、フライバーガーズ。なんかア、アアメリカンキッチンとも書いてるんですけど、うん、これでいいと思うんですけどね、フライバーガーズ。はい。これもですね、アントエリアの、うん、まあ、ちょっと端っこです。端っこ。うん、端っこかな。はい。えー、前回泊まったホテル、ソフィアスイートホテルの前かな。はい。にあります。えー、地図貼ってあるんで、まあ、見てください。 ここはですね、ハンバーガーだけじゃなくて、ホットドッグもあるんですね。で、この日食べたんが、これがフライバーガーっていうやつ。これが9万ン。で、このホットドッグ、シカゴホットドッグが7万ドンで、はい。えー、まあまあ,あ、リーズナブルな価格かなと思いますね。 日本に直すと、えー、これ0.6かけたらいいんですけどね、大体いい。だから420円ぐらいですね。こっちは540円ぐらいですね。はい。で、えー、っと、そうですね。あ、あとこれチャージが税金別だったんか。で、まあ2万7000ドンかかって、うん、はい、15%プラスです。で、ここは Wi-Fi も測ってますね。 で、これはね、以前に紹介したで、動画ですね、えー。ここに貼ってあるんで、まあ見てください。美味しかったです。えー、メニュー、はいえー、動画一停止しなくても、ブロー記事に貼ってますんで見てください。えー、まあ、結構、お手頃な価格かなと思います。 で、続いて、ロードハウス。これは本当にアントゥンエリアの、まあ、中心部ですね、うん。本当に外国人観光客が多いところにあります。で、Google のコチコミク評価。これかなり高くてですね。はい、見てください。4.7あります。446件の4.7なんで、まあ、いいスコアじゃないかなと思います。 あんまり知られてないみたいなんですけども、まあ気になって行ってみました。だら、ああ、はい。よかったです。ここいいですよ。えー、ダブルチバーガー。まあダブルバーガーっていうやつですけど、チーズ入ってますね。これで11万ドンなんで、えー、他のところがだいたい12万ドンぐらいなんで、まあ11万ドンだと1万ドンぐらい安いかなという感じですね。はい。お手頃価格です。 で動画ももちろん貼ってましてここは店内と言ってもオープンスペースなんでテラス席なんではいクーラーは効いてないですまあただ3月は涼しいんでいいかなとダブルチーズバーガーですね、はい 結構ボリューム <laughs> ありましたよ。はい。厚みこれぐらいですね。さっきのーバーガーブロスの1個のパティよりかまあ、やっぱり、あのー、分厚いですよね。食べ応えあります。で、えー、これ映像に映してないですけど、隣でアメリカ人、常連客なんかな。 はい、え、なんか店員と話しながら食ってましたけど、えー、うまいうまいとか言って食ってました。実際、ほんとうまいです、ここ。あの、バーガーブロス有名らしいですけど、僕は値段的に考えたら、このロードハウスでいいと思うんですけどね。はい。で、メニューをお見せするとですね、一番安いのが8万五千円かなです。 あ、ここにもっと安いのあるな。えー、これは肉入ってないか。あベジーバーガーっていうのが6万ドンでありますね。あ、シングルもそうですね。シングルも 6, 6万ドンなんで、結構もうリーズナブルな価格で、えー、提供されてます。で、ドリンクも結構ですね、えー、メニュー、種類が豊富で、で、ハンバーガーだけじゃなくてですね、 えー、フライドポテトはもちろんのこと、えー、チキンとかね。あと、これチャーシューかななんかなわかんないですけど。えー、いろいろあります。で、この日はですね、えー、ダブルじゃなくて、もっと腹減ってたらですね、えー、トリプルっていうのもあったんですよ。<laughs> 3枚パテが入ってるやつね。で、それで15万ドンなんで、結構、お安く、提供されてたんですけども、この日は、 えー、朝食ビュッフェ食べた後で、で、昼の2時ぐらいだったかな ?3 時か。それぐらいに行ったんですけど、えー、まだそんな言うほどなんか減ってなかったから、ああ、もうダブルでいいかなっていう感じで、3枚のやつは頼んでません。えー、なので、えー、ボリュームもあって、味も良くて、えー、ここおすすめです。はい、もう一回言いますけど、ロード、ロードハウス、ロードハウスです。はい。 では次を紹介。続いて、ビキニボトムエクスプレス。これもアントゥンエリアのど真ん中にあります。で、ここもですね、Google の口コミ評価かなり高いんですよ。4.8もあるんですね。<laughs> それも2870件の口コミがあって4.8なんで、も、ま、う、あ、来た人の、うん、何割でしょう まあ、ほとんどの人があここは最高だと言ってるお店です。で、いつ、この前,通,この前、えー、通ったら分かるんですけど、いつ行ってもですね、人いっぱいなんですよ。で、店舗があーこことここと2つあるんですけどねで、テラス席もあるんですけど、いつ行っても満員、ほぼ満員です。それぐらい大人気のハンバーガー屋さんです。あもう一回名前言うと、ビキニボトムエクスプレスです。 で、この日はですね、マンゴーのジュースが4万ドンで、で、えー、これですね、ビキニボトムバーガー。これがダブルチーズになるやつなんですけど、あそれが8万9千ドンということで、結構リーズナブルな料金で、えー、提供されてます。えー、動画は、ね、 えっと、店内入るとこんな感じですね。クーラーの効いているところと、テラ,ステラス席みたいなところと2つ分かれてるんですけどう、僕はこのクーラーの効いてるところ入ってるんですけど、はい、えー、これはマンゴーシェイク、マンゴーパッションフルーツシェイクだったかなはい、美味しかったです。これもですね、4万ドンですかあかなりリーズナブルですね。 他のところだったら6万ドンとか取ったりするんですけど、はい。で、これが、あボトムボトム、ビキニ、ビキニボトムバーガーか。で、えー、これちょっと残念なのが、レタスが入ってないですね。レタスとトマトが入ってないんですよ。うん、本当に、ハンバーグと <laughs> チーズが入ってるという、わかりやすい。 メニューなんですけどね。まあ、そこのところが残念なんですけど、はい。ハンバーガーは、まあ、美味しかったです。まあ、やっぱり個人的にはね、えー、レタスとトマト欲しいなと思いながら食べてます。他のメニューであったんかもしれないですけど、あったかな。はい。これもメニュー貼ってます。はい。えー、続いて、 ロッシーフードコーヒー。これもですね、アントゥーンエリアの中心部にあります。で、ここもですね、大人気で、大人気っていうほどじゃないか。<laughs> まあまあ人気ですね。えー、口コミ評価は4.8です。口コミが少ないですね。89か。はい。やっぱりですね、えー、激戦区なってるんですよね。ハンバーガーの店がめちゃくちゃあってですね。 めちゃくちゃ、うん、まあ結構く、うん、たくさんあるんで、激戦区になってそれで負けてるっていう感じなんですけど。でも、美味しくていい、えー、リーズナブルでおすすめです。この日食べたんがですね、ダブルチーズバーガー。7万9000丼でした。さっきのビキニボトムでしたっけ、えー、これと8万9000だったんで。 えー、一万ドン安いんですかね。えー、内容は同じで一万ドン安い。だから多分、うん、このエリアでは一番安くて、まあまあ美味しい店かなと思います。あ中はそんなに大きくないんですけども、うん、ちょっとローカルの雰囲気があるんですけど、まあ店内綺麗です。 で、これですね。ダブルチーズバーガー。まあ結構ボリュームあって、えー、いいですけど。やっぱりレタスがね、入ってないのがちょっと残念かな。レタス入ってなかったと思うんですけど。はい。トマトは入ってるんですよね。 まあ僕は普通にこれ美味しいと思いました。まあ他の人どう、ね、ハンバーガー詳しい人だったらここはこうだって言うかもしれないですけど、僕は普通にここで結構満足してます。あとはレタスが入ってたらなというところですね。入ってるんかなちょっと薄くてわかりません。はい。で、メニューの方がですね、ここはハンバーガーだけじゃなくてバインミーもあるんですよね。 他パスタとかいろいろあります。で、どれもですね、まあまあリーズナブルな価格なんで、おすすめのところです。はい。続いて、ダイナー,66ダナー、667。2階建ての、3階建てか、の建物のところです。 これが、あ口コミ4.7ありってですね。なかなかあ高い評価です。なかなかというかかなりですね。<laughs> いい評価です。えー、中はですね、えー、あとへお見せします。はい、えー、頼んだのがですね、えー、ザ・オール・アメリカンこれが17万5千ド0と、<laughs> 結構なお値段します。 あとはコーヒーがですね、えー、これは6万6千ドンでちょっと高いんですけど、お代わりし放題のやつを注文してます。本当にお代わりし、どん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 継がれるという感じで、えー、ずっとの、コーヒーを飲み続けられる、ところです。ああ、まあ一応参考程度に Wi-Fi も載せてますけど、で、えー、建物はですね、 ビルになってて、えー、3階建てだったと思うんですけどね。えー、アメリカン地区というかあ、30年、40年前ですか <laughs> のお頃の、うん、とこですね。で、これ、 マニラの、フィリピンマニラのブルゴスにあったあアメリカンチックなお店ありますけど、あれと似たような感じですね。まあ、ブルゴスのお店ほどではないですけど、お結構お雰囲気出てます。で、さすがにですね、料金高いのもあってですね、しっかりとしたハンバーガーです。レタスももちろん入ってますし、 肉の厚みも言うことなしです。はい。もちろん、うまいです。うまいけど、価格も <laughs> アメリカン価格ですね。はい。はい。メニューここに貼ってます。はい。続いて、ノマドノッシュカフェ、クラフト。 えー、最初に言っときます。これ失敗しました <laughs>、うん。僕が注文したのが悪かったのか、うん、そういうお店なのか知らないですけども、僕はこれ失敗したと思いました。はっきり言います。<laughs> え口コミ評価はですね、いいんですよ。4.8あるんで、えー、191件の書き込みで4.8なんで結構高いんですね。 で、この日注文したのはですね、ミックスフルーツスムージー。5万9000ドン。まあ、他のお店より1万ドンぐらい高いかな。そんな感じですね。で、えー、ハンバーガー。これが問題なんですけど。えー、キャラメライズドオニオンズビーフバーガー。1 1 9千0ドンもします。これで。で、これがすごいんですよ。<laughs> このハンバーグ。 うん、ハンバーガーのハンバーグじゃなくて、これ、日本の家庭の <laughs> ハンバーグなんですよ。ちょっとお見せしますとですね。これ、僕がハンバーガーっていうのを詳しくないからなんか知らないですけど、これは違うだろうと思うんですよね。ここ店内はまあいいんですけどね。これ開けると、こんなんなんですよ。 ハンバーガーのあれじゃないんですよね。で、チーズ入ってないんですよで。玉ねぎがちょろっと入ってるだけなんですね。まあもちろんレタスとトマトは入ってるんですけれども、チーズ入ってないんですね。で食べても、 あれこれ、日本の家庭のハンバーグだよなぁと思いながら食べてるんですよ <laughs>。ちょっと他のハンバーガーのお店とちゃう味とちょっと違うなぁと。これで119,000かぁと。でですね、味が物足りなくなって。まあ <laughs>。 家庭のハンバーグと同じようにですね、ケチャップをべったりつけて <laughs>、で、食べてました。でも、これはハンバーガーというより、ハンバーグパンですね。<laughs> これ、もし行かれた方、どのメニューが美味しいのか <laughs>、ちょっとコメントでももらえると嬉しいです。僕はこのお店は何だかなと思いました。 他にもですね、種類あるんですけど、このチーズバーガー。でもこれおかしいでしょ ?24 万9千0もするんですよ、これが。なので、これはちょっと、なんだかなというハンバーガー屋さんでした。続いて、えー、以前に紹介したーバーガーハウスです、えー。これだけですね、アントゥンエリーから離れてるんですね。 一応、ビーチ側ではあるんですけども、ここ、このお店だけ、えー、離れたところにあって、韓国人がたくさんいるエリアにあります。で、えー、まあ、前にコメントしたようにですね、まあ、ダブルチーズバーガーが15万ドンだったんですけど、まあ、ボリューム、ボリュームはありますよね。 まあ、ただ15万ドンはしてるんで、えー、結構なお値段はしてるんですね。で、えー、それについては動画、以前動画アップしてるんで、えー、見てください。今回もですね、こういう風な感じで全部のやつ入れようかなと思ったんですけど、テロップ入れるのがちょっとめんどくさいなと思って <laughs>、やめました。 うんえー、ちょっとした自分のメモ代わりで撮ってるんですけども、再生回数少ないのにそこまでしなくていいよなと思って。<laughs> はい、えー。気になる方は本当にブロッキーの方にアクセスしてみてください。はい、えー、こんな感じです。他あピザ4ピース。これもですね、確か動画あ、以前にアップしてますね。アップしてるのと、 パン屋さんは、あこれまあアップするほどでもないんですけども、次回行った時に動画貼っておこうと思います。他のお店もおなんか気になるところあれば貼っておこうと思いますけど、あと数日の滞在なんで、えー、変わらないかもしれないです。はい、いかがでしたでしょうか。ダナにある口コミ高評価の ハンバーガー屋さんを8点紹介しました。あーまあー、説明したようにう、あんまりそんな差はないんじゃないかなと僕は思うんですよね。バーガーガブロスが一番だと言っても いやあ、この値段で、で、この質だったらこっちもいいんじゃないのとかいう感じですね。えー、例えば、ラウンドハウスとか、あ、ラウンドハウスじゃないですね。えー、あ、そうか、ラウンドハウスです。あロードハウスですね。あと、フライバーガーとかあー、いくつかあるんで。えー、ですんで、えー、まあ、いくつか行って食べ比べてみたらいいんじゃないかなと思います。で。 僕は、あその動画で説明したように、一店舗だけなんだかなっていう店があったんで、えもしねそ、そこについて何か詳しい情報を持っておられたら、あコメント欄に何か書いてください。あと、僕が紹介したあハンバーガー屋さん以外にも、ここも行っとけよというようなあおすすめのハンバーガー屋さんがあったら、 それも口コ,コ,コメント欄に書いてください。はい。今日はこの辺で失礼します。